8号線を60キロぐらいで走ってもめっちゃ煽られる時の雰囲気。いや、めっちゃ煽ってきとるやん。普通に60キロぐらいで走っとるんやけど、ここ一体何キロで走らんなんが。もはや高速と変わらんにか。極端な富山弁を紹介するテレビを見た時の富山県民のリアクション。お、富山弁やっとるやん。実は富山県民は星座のことをチンチン書く、肩車をチンチンボンボと言ってるんです。またこれか。誰も使ってないって。それを言うのは反則でしょ。富山のお母さんがキレた時につい言いがちなセリフ。あんたいつまで警察あったんけ、早く風呂入られま。今入るやん、うるさいな。あんた今なんて言った。もうさ、ご飯とか洗濯とか全部さ、自分のこと自分で知られ。お母さん何もせんから。